とべ、限定販売でも、驚異的売り上げ。強盗がレコードショップに並ばなかった理由とその影響力を徹底解説。平野翔の個性が生み出した奇跡の裏側に迫る。平野翔神宮寺勇太、岸優太の3人による新ユニット、ナンンバーアンダーラインアイ」のデビューシングル、強盗が世間に与えた衝撃は、単なる音楽界の話題を超えた現象として広がりを見せている。 このシングルが発売されたのは2024年3月6日。同日にリリースされたセクシーゾーンのシングル、パズルットの売り上げ対決において、ゴートが圧倒的な差をつけ、初週で約48万枚を売り上げたという結果は、多くの人々にとって予想をはるかに超えたものだった。興味深いのは、このゴートが一般のレコードショップでは購入できず、トべのオフィシャルショップ限定での販売という制約があったにもかかわらず、 この驚異的な売り上げを達成した点だ。これは、ナンバーアンダーラインアイという新たなユニットが持つブランド力や、メンバー個々のファン層の熱烈な支持を物語っている。また、特に注目すべきは、メンバーの中で平野紫の存在感が群を抜いているという点である。平野は、以前所属していたキングプリンスを離れた後も、テレビや CM、ファッションの分野でその影響力を増し続けている。現在、 平野はイブ・サンローラン・ボテ、サントリー、デジタルハリウッド大学といった大手ブランドと契約を結び、その活動範囲を広げている。特に、平野のインスタグラムのフォロワー数がキングプリンス時代の228.2万人から現在の419.3万人にまで増加したことは、彼の個人としての魅力が広く認知され、支持されている証拠である。このような背景から、平野が出演したサントリーの、 緑人ソダの CM が放送されるや否や、商品は飛ぶように売れたという報道がなされた。さらに、彼の影響力は逆風すら跳ね返す力を持っていることが示された。例えば、一部のアンチが不買運動を企てたにもかかわらず、商品の売上には全く影響を与えなかった。この事実は、平野のファン層の忠誠心と、彼自身の魅力がいかに強固であるかを示している。また、 2月に放送されたミュージックステーションでデジタルハリウッド大学の CM が流れた際には彼の登場に視聴者が歓喜し SNS でも大きな話題となったさらに平野は NHK の音楽番組にも出演しその影響力はテレビ界にも無視できない存在として認識されるようになった民放各局も彼を起用した企画を競い合うような状況にあり平野のブームは今後も続くことが予想される このような現象は、一部のタレントに限られたものではなく、現在の日本のエンターテインメント業界における新たな潮流を反映している。特に、ゼート世代と呼ばれる10代半ばから20代後半にかけての若者たちが、平野のようなタレントに対して抱く共感や熱狂は、従来のアイドル像とは異なる新しい価値観やライフスタイルの反映である。平野は、ゼート世代のタレントパワーランキングで男性1位となっており、 彼が示す成功の軌跡は、今後のエンターテインメント業界における成功のモデルとして注目されている。この状況を考察する際に興味深いのは、平野翔という個人が持つカリスマ性と、それを取り巻くファン層の力が、彼を中心とした一大現象を引き起こしているという点だ。アイドルの人気は、そのビジュアルや歌唱力だけでなく、時代と社会の変化に敏感に反応し、それを象徴する存在として成り立つものである。 平野が現在の若者たちの心を捉える理由は、彼自身がその世代のライフスタイルや価値観を体現しているからであろう。例えば、彼のファッションセンスや SNS での発信は、多くの若者にとって共感を呼び起こすものである。平野は、自らの意思でキャリアを切り開き、ブランドと協力して新しい価値を創造する姿勢を示している。これが、多くの若者に、 自分もこんな風に生きたいと感じさせる要因となっているのだろう。また、彼の活動は日本国内だけでなく、海外にも広がりを見せている。これからの時代、エンターテインメント業界は国境を越えた活動がますます重要になってくる。その点で、平野省のグローバルな視野と影響力は、日本のアイドルシーンに新たな風を吹き込む存在として注目されるだろう。現在のエンターテインメント業界においては、 デジタル技術や SNS の発展により、タレントが自らのブランドを築くためのツールが増え、従来のメディアに依存しない成功の形が生まれている。平野の成功は、こうした新しい時代の象徴であり、今後も多くのタレントが彼の後を追うことになるだろう。彼が示す新しいアイドル像は、エンターテインメント業界全体に変革をもたらす可能性がある。平野翔が引き起こしている現象は、 単なる一時的なブームではなく、深い文化的変化を反映している。この変化は、日本のエンターテインメント業界だけでなく、社会全体にも影響を与える可能性がある。特に、彼が、Z 世代と呼ばれる若者たちの心を強く捉えている点は、その影響力が今後さらに広がるであろうことを示唆している。彼の活動は、従来のメディアやエンターテインメント業界がどのように進化し、 適応していくべきかを考える上で、非常に示唆に富んだケーススタディとなるだろう。平野章の成功の背後には、いくつかの重要な要因がある。まず、彼が一貫して、自己表現を大切にしていることが挙げられる。彼は単に与えられた役割を演じるのではなく、自分自身の価値観や個性を作品や活動に反映させている。この姿勢は、個性を尊重し、 自己表現を大切にする現在の若者たちに深い共感を呼んでいる。さらに彼の活動はデジタル時代の恩恵を受けている。SNS を積極的に活用することで彼はファンとの直接的なコミュニケーションを築き上げ彼らとの距離を縮めている。このようなデジタル技術の活用は従来のタレントが築いてきた距離感とは異なりより親密で双方向的な関係を生み出している。 これにより、ファンは単なる観客ではなく、彼のキャリアの一部を形成する重要な存在となっている。また、平野はグローバルな視野を持ち、世界を舞台にした活動にも積極的である。彼が所属する、戸辺は、国内だけでなく、国際市場も視野に入れた戦略をとっており、平野自身もその一環として世界での活動を視野に入れている。これにより、彼の影響力は日本国内にどまらず、 海外のファン層にも広がっているこのようなグローバルな展開は今後のエンターテインメント業界においてますます重要となってくるだろう。そして平野翔という存在は日本社会における新しい男性像を提示している。従来の日本のアイドルは一般的に可愛らしさや清潔感が重視されてきたが平野はそれに加えて自立心や挑戦心を前面に出している。 彼のスタイルは、従来のアイドル像を超えた、より幅広い魅力を持つ新しい男性像を体現しており、これが多くの若者にとっての新しいロールモデルとなっている。こうした平野の成功は、日本のエンターテインメント業界に対しても大きな影響を与えている。今後、他のタレントやアイドルも彼の成功に学び、自己表現やデジタル技術の活用、グローバルな視野を持つことが求められるだろう。また、 彼のように自己のブランドを築く力を持つタレントが増えることで、業界全体が新たな発展を遂げる可能性がある。エンターテインメント業界は、常に変化と進化を続けるものである。そして、その変化の中で、平野章のようなタレントが登場することは、時代の流れを象徴する出来事であり、業界の未来を示す重要な兆候となるだろう。彼の成功は、エンターテインメント業界が今後どのように進化し、 どのような方向に進むべきかを示唆していると言える。このようにして、平野翔というタレントの成功は、エンターテインメント業界全体に新たな視点を提供している。彼が今後どのようなキャリアを築いていくのか、そして彼の成功が業界全体にどのような影響を与えるのかを注視することは、非常に興味深い課題である。彼が切り開く新しい道は、他のタレントやアイドルにとっても刺激となり、 さららなる創造性や革新をもたらすだろう今後の展開を予測することは難しいが、平野紫がエンターテインメント業界にもたらす影響は計り知れない。彼が新しい世代のアイコンとしてどのような未来を築いていくのか、そして彼の成功が社会全体にどのような波及効果をもたらすのか。それは私たちがこれから目の当たりにするであろう新しい時代の一端に過ぎないのかもしれない。私たちは今、 エンターテインメント業界の変革期に立ち会っており、その中心に平野紫という存在がいることを強く感じる。これからの彼の活躍に期待しつつ、私たちも新しい時代の到来を迎え入れる準備をしておくべきであろう。彼が築き上げる未来、それは私たちが共に作り上げる新しいエンターテインメントの世界であり、その世界は、より多様で、より自由で、そしてよりエキサイティングなものとなるに違いない。 平野ショーという現象は、その先駆けとして私たちに多くの示唆を与え、私たちが次にどのような一歩を踏み出すべきかを考えさせる貴重な機会を提供している。そして、その答えは、未来のエンターテインメントの中に隠されているのかもしれない。最後に、このような変化の中で私たちは何を学ぶべきだろうか。エンターテインメントの世界は、常に進化し続けており、時代の流れに応じて新しいスターが登場する。 平野翔が象徴するような新しい世代のアイドルは、従来の価値観を超えて、自己表現や個性を重視する時代の到来を示している。彼の成功は、単なる偶然ではなく、時代が求める新しいリーダー像としての必然とも言えるだろう。このようにして、エンターテインメント業界における新しい潮流は続いていく。今後、どのようなタレントが登場し、どのような形で私たちの心を捉えるのか。 その答えは、平野紫のような存在が切り開く未来にこそあるのかもしれない。私たちが今目の当たりにしているのは、新しい時代の始まりであり、その中心には、時代を象徴する新しいヒーローが立っているのである。今後、彼の活躍がどのように展開していくのかを見守るとともに、新しい世代が生み出す次なるスターの誕生を期待している。